毎日の献立を考えるとき、作り置きの料理はとても便利です。しかし、作り置きが食中毒の原因になることを忘れてはいけません。おお、いい湯加減だ。全く生き返るようだなあ、みんな。これはウェルシュ菌です。カレーやシチュー、肉じゃがなど大鍋で作るドロッとした料理が原因となるため、家庭だけでなく飲食店や病院などの給食施設でも作り置きで集団食中毒を起こすこともあります。食中毒予防の3原則として、つけない、増やさない、やっつけるという3つのルールがあります。例えば、やっつけるは十分な加熱などで食中毒の原因となる細菌やウイルスを殺すことです。しかし、ウェルシュ菌は加熱しても芽胞という熱に強い殻を作って生き残ります。そして料理が冷めて45度ぐらいになると芽胞が発芽し増殖します。それでは、どうすれば食中毒を防げるか、食中毒予防の3原則に沿って考えてみましょう。まず、つけない。ウェルシュ菌は人や動物の腸、土や水の中など自然界に広く分布しているので、食材に全くつけないことは難しいです。増やさないはどうでしょう。ウェルシュ菌が特に増えやすい温度は45度くらいと言われています。この温度になると芽胞から発芽したウェルシュ菌は急速に増殖するので、調理後すぐに食べるか、保存する場合はなるべく早く冷ましましょう。鍋を氷で冷やしたり、小分けをすると熱が逃げやすくなります。またウェルシュ菌には空気を嫌う性質があるので、小分けをすることで空気に触れる面積を増やすという効果もあります。冷ましたカレーは冷蔵庫で10度以下で保存します。最後に、やっつける。保存したカレーを食べるときにはグツグツ沸騰するまで再加熱しましょう。この時、鍋の底まで空気が行き渡るようよくかき混ぜながら加熱することも大切です。夏は湿度と気温が上昇し、多くの細菌が増殖しやすい環境になります。毎日の食事は暑さを乗り切るために必要ですが、その時同時に食中毒にも十分に気をつけましょう。